ちゃプリムナーナついてきて連れてくよルン。私の生き方は毎日がウェディング。私の夢はみんなを笑顔にすることです。私の世界観はプリンセス。すべての女性の中にあるプリンセスを引き出したい。そのためにプリムは毎日がウェディングというテーマでライフスタイルを提案しています。どうもー。なんか懐かしい。なんかさっき、さっきゆりさんの話でさ、はい、あのほら銀座のクラブのものとか、そう今なんかさそのトーンっぽいのが今かぶっちゃったんだけど、もうあのね、そのまま今日はですね、はい、私、女社長になりきりまして、なりきりまして、はい、あ、てか本当に女社長なんですけど、そうだよね、なりきりましたよね、さ、はい、あの、はい、社長さんですよね、はい、で年末ね、もう今日がちょっと敬語なしでいいかな、敬語なしで、ようござる、ありがとうございまする、ね、はい、実はまあ私の正体を、今日はね、今松は知ってるけどさ、ちょっと皆さんにもね、はい、知っていただこうと思って、これ松にも初めて見せる。私がやっております、はい、雑誌、あら、これトヨタの社長が表紙に載ってる。そうなんです、お堅い企業雑誌、センチュリー、そうなのよ、うん、でね、ちゃんとこう選手して見てください、はいはい、ここに私がおります、はい、あら、おりますの CEO、田森直子という、まあ、代表取締役すごいね、でございますのよね、あ、大西由香さん、そう、インタビュアーに、大西由香さんが来てくださるっていうので、もう一発返事で OK した取材をね、あ、そう、そうなの、それがまあご縁で、まあいろいろまたあとね、ラジオの出演をお伺いいただいたりとかしてるんですけど、まあこれね、何が私伝えたかったかっていうと、私が今ここにいることってすごいもう本当にドラマなんですよね。始まりがさ、まずは松との出会いでしょ。なんかね、ちょっとこうほら、あのプライベートがすごい、あのちゃんと言ってくださいね。いやいや、すごい怪しいんですよ。シェアさんのラジオ主催のパーティーで協賛でね、出店いただいたのがきっかけでございます。なんかこの人話すとなんかこう色気が出てきますからね。はい、まあそうですね、はい、いい出会いでしたね。いい出会いでした、そちらでですね、はい、まあ、ある時ね、なおちゃんラジオ出ない、で、まあ、声かけてくださって、で、まあ、私そんな人前で喋るの苦手だし嘘ってね、よく言われるんだけど覚えてるそう、あのね、パーティーの100人ぐらいのパーティーで、で、なおちゃん出店してくれて、でね、その出店者の皆さんが皆さんね、あの参加の皆さんに挨拶してもらうんだけど、もうさ、もう嫌でしょうがないっていうかね、私らやらなきゃいけないんですかとかっていう感じで、すごい嫌だって覚えてる、嫌なんでもそれ結構ですみたいな感じで話したら、いやこれはやってもらわないと困るんだよねみたいなね、こう言われて、まあ、でもその後なんか人前で喋れない自分がすごい悔しいなって思ってた瞬間に、まあ意外に小学校の時は放送部だったり興味はあったの、あとはなんか関西の時に毎日放送のところのラジオ報道にアルバイトしてたり、多分すごい憧れてる部分もあって、でなんかその話せないなんてラジオでって言ってもらった時に、あ、なんかやりたいって思って、あ、じゃあなんかトライして克服したいな、人前で喋れるようになりたいなっていうのがきっかけだったでしょ、でまあね、話し方もレクチャーしてもらって、そうだよね、まあ今日があるんやけど、でもね、私ある日お話ししてた時に、ま、あの松と船が見えたんですよ、皆様。船がね、その船がですね、いいのかな、松のこと言っちゃうけど。何ですか。よろしい。松ね、話してる時に、私なんか船が見えるんだけど。船、って言ったら松が、あ、わかる？ね、あ、そうそう、船、ご先祖様ってなんか船使ったなんか、あの仕事とか外交官とかね、なんかですかっていう話をしたじゃん、そしたら松が、あのでわかる？うち水軍なんだよねって返してくれたのが、またつながりが新しいスタートだったでしょ。ああ、そうだったね、ああ、なるほどね、そうそう、そう、それがまあこれうちの、まあ私のルーツ
今日何の話かっていうと、私の話なんですよ。私の話。備前、村上市。あ、村上家ね。はい、奈緒ちゃんのご実家ね。はい。でも私今、松市なんで、本当は村上なんですよ。うん。村上、はい。タモリを名乗ってます、ね。はい。あ、はい、これも今日、初めて話すことだね。結構もうカミングアウトしまくろうと思って。うん。はい、うん。で、まあやっぱり何かこう、その役割をきっと、まあ、昔からちょっともらっていて、ご先祖様からね。うん。うん、でまあ、それはまたお話ししますが、不思議な話はね、まあ、言ったらね、登園、遠跡、あ、そうなんですよね。そうなんですよ、あ、それ言うのか、あ、そうか、そうなんです、あのですね、あの、そう、登園だったんですよね。あの、ちょうどお互い の、 あの家のですね、あの、もう昔、あの、徳川幕府の前にぐらいに遡る歴史書がありましてですね、うん、まあ、奈緒ちゃんのところはこういうふうに本があって、うちもあるんですね、あって、そうするとですね、あの備前浦上氏というのが、うち の、 あのご先祖様が書いてる本にあって、うわーとかっていうのが、そういうのがあったんだよ ね。でも昔からまあ聞いてたし、あの親族だっていうのは、うん、はい、でもここで出会うかっていうね、はい、もうこの人生のドラマ。そういう話だったんだ、今日は。もう、まあ、あれよあれよ、うん、私は今東京にいて、ね、こうやってお仕事もね、うん、させていただいて、うん、まあ、あとね、そうそう、あの不思議な力っていう、まあ、テーマは自分が、まあ、持ってるなって私は、うん、まあ、最近感じてるんですけど、まあ、引き寄せるとか、うん、でもそれ本当に皆さん持ってて、それに気づけるかどうかだと思うんですよね、うん、だからまたそういう、あの今回引き寄せが新たにあったのが、全然話飛ぶんだけどね、うん、あのこの間ね、あの電話かかってきて友達から、うん、でね、話変わりますよ、皆さん、すごい変わります、はい、まあ、ありますとの出会いをね、今日は皆さんに知ってほしいなと思って、うん、さっき言ったんだけど、まあ、話変わって、はい、でね、あの奈緒ちゃんの誕生日ですよねってかかってきて、で、あ、うん、あのいついつ空いてますって言われてね、お友達に、まあ、女子の友達ですよ、そうで、あの、じゃあ、 あのお友達のライブがあるから、よかったら行きませんかって誘ってもらって、うん、で行ったのね、うん、でまあ、最近ちょっといい音楽とかいい本とか、うん、まあ、自分でね、なんか感性磨くのに欲しいなと思って、で行ったら、この彼女小島彩香ちゃん、小島彩香ちゃん、うん、すごい可愛い方だったんだけど、うん、この方のデビューライブだったんだよね、うん、うん、そう、これなんかこう、なんかこう清掃な感じそうでね、曲かけてあげたいんだけど、よろしいですか、うん、はい、どうぞ、はい、うん、もうすごい感動した、この曲、この世でたった一つの愛、小島彩香さんです。のかなと、俺がつけるのかと思って、してくれんの、ひっくり返ったら分からんのかな、ひっくり返っちゃうの、不思議だよな、かわいい、こうなった時はな、こうなったらな、こうなったらな、こう直すんで、でもまたやる気がしない、分解ね、私はこの曲に本当に心奪われて救われました。一つの曲とかね、そういうあの言葉って人を救うことがあるんだなって思っています、うん、はい、ではプリモのインフォメーション、今日ちなみに私、あの自分のところのブランド
エレベンチャーシュー、取り扱ってるね、ブランドなんですけど、の服はよく着てます。はい、うちのプルムのホームページは、毎日がウェディングで検索してください。キラキラ隊長、プルムナウの毎日がウェディングでした。ほら、はい、OK。